ワンガヌイ国立公園はニュージーランド北島中央部に広がる国立公園である。1986年に設立された。ワンガヌイ国立公園はトンガリロ山に源流を持つニュージーランド第3の川であるファンガヌイ川の両岸に広がる国立公園である。もっともファンガヌイ川自体は国立公園内には組み込まれていない。ファンガヌイ川にもマオリの伝承が残る。トンガリロとタラナキがタウポ湖湖畔のピハンガをめぐって衝突をした。タラナキはこの三角関係を清算するためにピハンガのそばを去った方がいいかどうかをルアペフに相談した。その結果、タラナキさんはピハンガのそばを離れ西へと向かった。ファンガヌイ川はそのタラナキの涙で満たされたというものである。ファンガヌイ川とマオリの歴史は彼らが上陸した約600年前からつながる。ファンガヌイ川は北島の交通の結節点であり、マオリは現在のウェリントン、ワイカト、タウポ、ベイオブプレンティへ移動する際にはこの川を利用してきた。川の移動にはもっぱらカヌーが利用された。ヨーロッパ人がこの地方に集中を開始したのは1840年代のことである。宣教師の一団はファンガヌイ川の渓谷の各地に村と礼拝堂を建設してきた。ファンガヌイ川に定期の船便が就航したのは1891年のことである。河口のワンガヌイと上流部のタウマルヌイの間に就航した定期便では多くの人々、郵便、貨物が運ばれた。その結果、1920年代には道路の建設が完成したことにより、定期の船便は役目を終えたが、一方で、ファンガヌイ川流域に観光業が勃興することとなった。20メートルの高さにまで成長するシダ植物、ママクワンガヌイ国立公園は、ファンガヌイ川流域を中心に南北に展開すると、共に高低差もあることから、様々な植物を見ることができる。その中でも、クノニア科のカマヒとクスノキ科のタワが、木元植物としては中心となり、森の中には20メートルの高さに成長するシダ植物ママクも繁茂する。常緑樹であるリム、同じく常緑樹で、マキ科のミロやトタラも、また、生育している。国立公園において、標高が低い森林で支配的になるのは、マキ科のカヒカテアやマタイ、ヤシ科の長葉ハケヤシなどである。太もも科小笠原太もも属のメトロスイディローズ、ロブスタも国立公園の低地に自生している。国立公園内の乾燥している場所では、乾木のレッドビーチやシルバービーチが自生しており、また、公園内の急斜面には、占領下のアスカリナルキダ、フクシアなどを見ることができる。ワンガヌイ国立公園内でも、移入種は問題となっており、その中でも、フジウツギ属、アカシア、柳、スイカズラ、オニグルミが問題となっている。上記の植物と比較して、問題は軽いものの、ハリエニシダとスイカズラ科のレイシスティリアホルモサも問題となっている。ファンガヌイ川流域には、随所で人が入ることのできない場所が存在しており、その結果として、野鳥の楽園となっていると同時に、移入種の進出を妨げている。国立公園内でよく見られるのは、ニュージーランドウギヒタキ、イワサザイ科のニュージーランドセンニョムシクイ、ハイムネメジロ、ニュージーランドヒタキ、ニュージーランドロビン、ニュージーランドミツスイ、ニュージーランドバト、エリマキミツスイ、シロモフラムシクイが一般的である。それ以外には、緑岩サザイやニュージーランドファルコンも一般的に見ることができる。ワンガヌイ国立公園は、ノースアイランド、ブラウンキーウィのニュージーランドにおける最大の生息地である。また、急流地帯には、青山ガモが生息している。ファンガヌイ川には、18種類の魚類及び甲殻類の生息が確認されている。ウナギ、ヤツメウナギ、ミナミザリガニ科のノーザンコーラ、カレイ科のブラックフラウンダーは豊富に取れる。ワンガヌイ国立公園の豊かな生態系の脅威となっているのは、ニュージーランドに移入されたヤギ、豚、鹿やポッサム、オコジョ、ネズミである。とりわけ、ポッサムは雑食性で何でも食べる性質を持つため、最も脅威となっている。ブリッジトゥーノーウェアに架かるコンクリート製の橋、ニュージーランドで盛んなスポーツであるトレッキングを、バンガヌイ国立公園でも楽しむことができる。6時間から8時間のコースのアテネスカイライントラック、1から2時間のコースのアテネビューポイントウォーク、1時間半のコースであるブリッジトゥーノーウェアウォーク、およそ 40km の行程で2から3日の日数が必要となるマンガプルは、カイワカウカトラック、行程 42km で片道で3から5日を必要とするマテマテアオンガトラックといったトレッキングコースがある。豚やヤギ、鹿を狩猟することは、このワンガヌイ国立公園内では奨励されている。そのため、狩猟の許可証を得た者は、10月1日から4月30日までの間は、公園内で狩猟することができる。トランピングや狩猟以外で、ワンガヌイ国立公園内で行われるアクティビティは、やはり、ニュージーランドグレートオークスは、ニュージーランド国内9カ所のトレッキングコースであるが、ワンガヌイ国立公園内のワンガヌイジャーニーだけはトレッキングコースではなく、タウマルヌイからピピリキまでの 145km をカヌーやカヤックで下るルートである。ワンガヌイ川はジェットボートでも楽しむことができる。ありがとうございます。